第7回ゾッとする雑学王。だって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 原型がなくなっちゃう。声枯れてるやん。毎回この壁がさ、ハードル低くなるのに、あちゃんと動き大きくしてもそうだ、ね、ちゃんと超えてくるからね。前回6回目はノリさんが優勝したということで、やりましょう、はい、皆さん2000円出してもね、1万2000円ぐらい。いやー軽いだね。飯が美味しかったわ。さあベッドの時間です。はいはい、今回いくらでいきましょうか。500円で。絶対にすんの。切り悪いから1万円でいいんじゃない。なんでやねん。全員ついに、ついにハイブラからじゃあ1人2000円で、あ、1万円で優勝者1万円ということで、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。だって前回休んじゃったからね、うん、もう気合入ってますから。もうクロコダイルマンっていうの知ってますか皆さん。クロコダイル赤魔超人。いや赤魔超人、いやわかんないけど、赤魔超人かどうか知らないけど、筋肉マンに出てくるやつ。いや違う違う、パプアニューギニアの部族なんだけど、成人になったらやる儀式、これの画像をちょっと皆さんに見ていただきたい。あるっすね。はい、こちらです。何これ。これすごいブツブツできてるでしょ。皮膚をナイフとかでもガリ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 って削って、特殊な樹液とかをブワーってかけて、もう傷をブワーって膨らませるっていう。でこれを体中ブワーってやるったら、もう大人になった証拠っていう、これ儀式です。おお、おいおいおい、最初だからB の人。しゃあもう B じゃん俺。定義の的狙いでいくから。ゴキブリとはご存知でしょうか。出ました。はい、もうこの回でも数々もうゴキブリの話してきました。ゴキブリの天国という呼ばれてる場所があります。あの紙コップで、紙コップの自動販売機知ってますか。知ってます。いや、あの中に出るわ、ゴキブリがうよいよいるんですよ。大人から子供まで知っとる、うん、もうお前が参加費出せ。じゃあボンリーさん、前回ノリが挙げていたもののちょっとシリーズ化みたいなところがあるんですけど、新しいものを持ってきたので、ああちょっとそれを見てほしいなと思います。はい、これは人の皮で作られた聖書なんです。聖書、聖書、ね、キリストの聖書。あ、そういうことか。ただ前回のアポストルのそのままちょっとシリーズみたいな感じで、すごいなって思ったんですけど、はいはいはい、この前この話はハマってないんだよ。じゃあ金玉さん、引きこもり以外の男性1日に約1リットルおならを吸ってます。どういうこと。って思うじゃん。どういうこと。俺なんでか知らんけど今バックバックやる。死にそうなぐらいバックバックやる。なんで。お願いします。イギリスの話なんですけど、はい、昔ゴキブリをペーストにしてトーストに塗って食べる習慣があったんですよ。まあこれはね、俺思ったんです。まあなんかありがちというか、まあゴキブリやし、またあるな。ゴキブリを生で食う人いるでしょ。買うゴキブリっているじゃないですか、うん、あれは大丈夫らしい。めっちゃ食用みたいな。そう、そこら辺にいるゴキブリ、ああいうゴキブリって暗闇の中入っていくんで、こうなった瞬間に奥にグワーッて入ってくるんですよ。自分からだから飲み込んじゃって、もうこの中で卵産んでっていうパターンがあるんで、皆さんぜひ食べないでください。ゾッザツ優勝お願いします。あれ自信ないって言ってたのに優勝だ。半端じゃないクオリティの来ましたけど、これだよゾッって。ね、そうだからゴキブリちょっとやり尽くされてるけど、この話は初めて。いやすごいわ。もうだってクソすぎてゾッとする雑学ってこと忘れてた。これなんだっけ。企画名忘れるほどの低クオリティ。知識用語みたいなレベル。LINE でさ、たまになんか出会い系とかから、なんか宝くじ当たりましたとか、あります、あります、出会い系とかあるでしょ。あります、あります、みんなあると思うんだけど、お金払うタイプのやつだもんね。お金払っちゃうタイプ。まあ、それは大体置いておいて。それってフリー Wi-Fi が原因なんですよ。なんでもなんかもう自動接続で繋がっちゃう時あるじゃん。あ、ちゃんとしたやつもあるんだけど、それに紛れてなりすましの Wi-Fi もあるから、そういうのに繋がっちゃうと出会い系とか来ちゃうらしいです。すごいぞ、すごいぞ、すごいぞ。ぐらい笑っちゃう。次、定義の的を抑えました。虫でいいわ。もうもういいよ。もうストロベリーフラペチーノ、赤い部分の原料は虫でできてます。俺やったしね、同じやつ。それがこれ。もうダメだ。うわ、結構だ。ああ、結構な感じですね。あ、これね。ちなみにアメリカで廃止になりました。なんでかっていうと、害がないっていう保証がないんですよ、まだ。害あるかもしれんのよ。そうで、実際に日本ではこれはまだ販売されてて、例えばジャムとかかき氷のいちごシロップ、この時期多分みんな食うと思うけど、赤いやつはもうやばいんです。そう、怖いです。おお、いや
やっやるやっやるやっIQ3 拍手が嬉しい IQ3 なのよいやめっちゃ嬉しいちょっとリプレイでタコさんしてほしいんですけど、はい、あの俺に写真渡す時もう誰にも聞こえないぐらいの声でこれ見て全然聞こえなかった自信のゼロそれがこれもうダメだそれがこれもうダメだ大丈夫調査班で拾われるから医学ってすごい進歩してるじゃないですか難病とかでも手術治ります、はい、ある程度の病気インフルエンザそういうのも治ります、はい、ただかかって数日で亡くなる病気が実はあるまだあるんです、はい、これ結構短いですマジで劇症型溶血性連鎖上級菌感染症長いなこれ人の細胞を食い散らかすバクテリアで数日以内に手足が壊死します症状も本当に風邪とかインフルエンザに似てるからみんなちょっと安心しちゃうんですよ無理治せるんだどっからもらうんだっけそれもういや本当に知らないからねコントロールできちゃうおそらく血液感染ではないかと思われますそれ本当なの憶測です憶測ですなんでふわっとしてる惜しかったねバカにしてるバカにしてる奥さん奥さんじゃあ奥さんの方がコンビニの弁当あるでしょ温めたらめちゃくちゃ体に悪くしますえあ、そう実はコンビニのご飯ってめっちゃ油塗ってるんですよ実はなぜなら光らせて食わせたい欲をそういうことでプラスチックあるでしょ油と結合してめちゃくちゃ発汗性物質出ちゃうんですよ終了違う日本語が喋れない方は参加できないカツ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 今もう本当に一定のラインを超えて本当に外国語みたいなカツカンセプスってじゃんカツカンセプスってじゃんカツカンセプスってじゃん映して温めるやついいじゃんもうこの話終わりあ、そうなのそうあのプラスチックがプラスチックがめちゃくちゃ扱ってプラスチックが扱ってプラスチック溶けちゃってやばいですよっていう話をしたかったんだけどそれがなんだっけ恥ずかせ物質ですなんでさっきより言えてるんだ恥ずかせていけやすまんねえな先ほど大当たり当たりましたのノリさんローマ帝国ってあるでしょはいはい帝位と言われるその前だからあの王ですよねうんはいはいあれがですねあの競売にかけられたことがあるんですよへえ。っていうまあ僕の雑学でした雑学じゃんいやだからあの他あるんですけどまあちょっと多分みんな知ってるんでなるほどとりあえず言うときますか。やっときましょう。潮風の匂いはプランクトンの死骸の匂いだよ。へえ。知ってる。あれマイナスマイナス？へえって言ったら今でも。いやでもへえはあのゾじゃないから。潮風の匂いとかさ、これ海の匂いだね。来た海ちょっと近づいてきたじゃないの。あれ全部死骸の匂いですから。パン終わってるんです。7回目続々終了いたしましたということでノミネート作品を一度振り返っていきましょうはいラーボーさんがクロコダイルマンとクロコダイルマンとワイワイどうでもいいのとイチゴ憶測で話すのイチゴフラペチーノは危険死ぬ気になって本当に覚えてるああ症状だけど死んでしまうかもしれません風邪っぽいけど理解しすぎてもう一個なんだ人の皮で作った聖書オナーと弁当森山直太郎の絵のりがゴキブリとゴキブリとまあ塩風ローマとローマか塩風第7回ゾッとする雑学王優勝いや MVZ は MVZ だノリさんのゴキブリでしょうねよしでしょうね2連覇です2連覇来たぞ実際マジで正直なところ過去一でゾッとしたえ過去一やっぱここに入るなんて想像したら生きていけないのよこっちは絶滅するのよあそうなんだそんな衝撃与えた俺という文明がもう絶滅する勢いだったんで怖すぎてダントツだったんだけど最後の緩めの来たじゃんだから他の人のもなんかちょっと決勝戦みたいなはいはいはい悩もうかなと思ったらあんま悩むのなかったむずいなんか世間的に見たらさ確かにゾッとするような雑学なんだけど結構あったけど俺そういうのあんまゾッとしないからさそうなんか死ぬと死ぬ時死ぬっしょみたいな考えやっぱここですよ難しいところ死とか言われてもねちょっとあんまどうでもいいというか俺が刺さってないやつは皆さんに刺さっているというなるほどもうそういうポジティブに捉えていきましょうみんなの MVZ は俺かもしれないってことですねはいじゃあね1万円差し上げてもらってマイウォレットマイウォレットこんなやらしいで1万円ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。み
皆さん学校でこのゾッとする雑学お話ししてみてはいかがでしょうかということで、ゾッとした方チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次のゾッ雑でお会いしましょう。バス。ダダダダ。